燃えて花が咲くまで6年7年という年月がかかります。それだけの努力をして花が咲くんですけども、年々減っております。特に群生地はなくなっております。都内の方を近く行きますと、ご覧のように19メートル31センチ、日本一の巨樹ですね。はい、荘厳のような感じです。これは冬の荘厳の杉です。それで、私は自然同好会はそういった違法にその採集するようなことを防止するためにもぜひ行動しようよということで、3年前からこういう監視や、兼ねてですね、その生態を調べようということで活動しています。私ら素人なもので全然わかんないんですが、こちらの神田久志先生がとても詳しい、キノコに詳しいので勉強。卵まだ絶対取れたでしょ。皆さんね、必死に聞くんですがね、来年来年だと忘れちゃうし。ヤマビルの寿命が2年から3年です。そして雌雄同体なんですね。1回の吸血から産卵孵化までは約2ヶ月。1回の産卵卵の数は1から5個で、1つの卵から5から10匹のコミリムが誕生すると。それでその吸血の対象なんですけども、これは日本人かというのはこちらの方ではあまりいないですから、やっぱりこれは関西とかこの方なんですね。こちらは日本人かが多いです。そしてイノシシ、カモシカ、生息場所に人が近づくと吸血されるということですから。これわかります？ネズミの仲間なんですが、これはヤマネです。しかもね、5年命中です、うん、大きさはね、ゴルフボールぐらいですかね。ちっちゃいんですよ。山小屋のね、空き缶の中に冬眠してたんです。空き缶、ジュースのほら入り口わかるでしょ。あそこ通り抜ける大きさです。こう手のひらに当てるポロポロってやってそれって動かないんですよ。ちゃんと元通りに落としてきましたけど、ご心配で。先ほどもカタクリ出ましたけども、カタクリは種を落ちて6年7年かかる植物ですから、まあ、美味しいかもしれませんけども、食べるのは控えめにした方がいいと思います。眺めるだけで。質問事項ありますでしょうか。はい、お願いいたします。ヤマヒルのことについて、あれは本当にヒルなのか。ヒルって有毒なんですか。山ぶどうと野ぶどうって違うんですか。山ぶどうの実っていうのは黒くなって出て同じ大きさで草になって、いわゆる野ぶどうというのは色がいろんな色混じります。いや、皆さんどうも今日は長時間にわたりまして、私どものスライドをですね、いただきまして本当にありがとうございました。なんかまだまだこれも続けていきたいなって思っていても、まあ、この時間ですから、今日はどうもありがとうございました。